レンジ、ジュニアアスリートのためのトレーニング。63プログラムモデル格闘技系。ここでは柔道やレスリングに見られる組や引き動作、相撲、空手に見られる押しや突き動作など、格闘技に必要な動作の能力を高めるためのプログラムを紹介します。30秒から60秒間の休息を入れながら連続して行ってみましょう。スタート。ローリングプッシュアップ、6回から10回スムーズな動きで行いましょう。シットアップ、足指示なし、10回から20回反動を使ったり、お尻や足の裏が浮かないようにしましょう。バランスボールプッシュアップ、10回、肩からくるぶしまで一直線の姿勢を保ちましょう。タックジャンプ、10回から20回、地面に足がつく時間はできるだけ短くしましょう。手押し車プッシュアップ、6回から10回、姿勢が崩れないように意識しましょう。バランスボール背中バウンド、5回から8回、膝を支点にしながら行いましょう。バランスボールチェストバウンディング、6回から10回体のラインを意識しましょう。フィニッシュ。余裕があれば2セットから3セットを行ってみよう。